バーン様直属部会ってのがありまして、ちょっとね、バーン様がお仕置きに来ました。世の前に立つ者は全て消え去ると思え。お、ほう。ほう。ほい !99。ああ、ジゴスパークね。まあ、メタハンはダメだよ。だけど他の奴らが経験してくれる。32おるわ。32がおるわ。バイバイ。カイザーフェニックス、これが。ちょっとかわいそうになってきた。ちょっとかわいそうになってきた。バーン様直属の部下がピサロを葬り去る夢を見たような、そんな気がします。さあ、解体工事をしまして、やっぱり主人公になりました。ただどうなんだろう。さっき魔王の攻撃見てたけど、まあ、耐えるかなーって感じ。あとは大切り打ちが外しすぎてしまったら、ボーダー足りるかが不安ですね。あとは、つばぜり屋です。で、つばぜりのターンをどうするかですね。2か3なんですけど、フルワタワナのは2です。安定なのは2にすることなんですけど、2で勝てるかどうかですね。2だと黄色に入ればいいんですけど、それでまあ、おー、ナイス!いい、でかいよ。もう黄色ターンいったかな?恐怖の爪。まあこれ、まあ麻痺はあるにしてもですよ。鬼コンボは早々麻痺って欲しくなかったんですよ。あ、ちなみにこれ結構きついね。これ結構きついね。あ、でも鬼コンより食らってねえのか。あれ?鬼コンより食らってない。せーので、よいしょ、あれー、大魔王の前でも可愛いね。さあ、コンボ二人目。ちょっとね、おお、ちょっと、カメラ視点が違うんだ。やったね。行こうか、つばさり。ここで勝てば、大完売。負ければ地獄かな?黄色いけるよね。ここ次第やね。すべてがこの、ここにかかってる。鬼コンボ最強伝説の。表エンディングを今ここに全てかけてる!行くぞー!よっしゃ!あとは任せろ。あとは任せろ。きついのは、今一応、あ、ナイス!一応今2ターン目つばずりしたのはフルアタックなんですよね。凍てつく波動とかにブレない。だから、ここに仕掛けたんですけど、3、4に凍てつカードがあります。だから、その2発 ?2 発耐えれるかなーって感じですね。今のダメージ的にもしかしたら、コングヘッドが700だったけど、他の攻撃で、合計3、ね、900とか別に、おかしな話でもないから、2発耐えれればって感じですね。あとは冷静に試合を運べれば。とどめボーダー乗りました。もう大きい打ちは貯める連打でもいいレベルですね。ナイスちょっと調子良くなってきたね。それをなぜ竜太戦できなかったら、やっぱり。やっぱりなんでだ。4連撃の調子がね、非常によろしい。次のターンに勇気が溜まりそうだね。せーの、はい、あれー本日の収録、何回やってたんだっけ、お前。いた、しゃあない。ここの手外す仕方ない。で、次のターンも凍てつカードをするんですけど、最終的に5ターン目に凍てつカードはしないんで、まあ僕がね、規制を上げてね、散るようなことはありません。大丈夫です。ここまで来れば、あとはもう詰め将棋ですよ。まあ白目大魔王はね、数々のことをやってきましたし、SP なしのね、なんかね、大魔王なんざ、ね、皆さんよくやってるじゃん。僕、視聴者企画やってんですよ、結構。その時に結構無茶な SP とか無茶なチームとかしてきたんで、白目大魔王くらいだったら割といけますよ。SP なしですよ、というか。SP が必要ないんですよね。だから割とだからこのチームの場合は割といい方ですよ。視聴者結構もっと変なの出てきますからね、割と。まあポトメボーダーも乗りましたし、まあイテハアローが次の攻撃耐えて終わりなんで、もうあとはもう詰めですよ。ほう、遅延ですね。随分遅延をしていますけど、もう無駄ですよ。あとはもう適当にやるだけですよ。もう何、次何食らっても1800はレジェンド大魔王でもない限りありえないんで。多分向こうの勇気が追いつくこともないんじゃないかな、さすがに。向こうがやってるのはただの遅延。僕にとってはウィニングランってやつですね。なんだったらもう与えるダメージが逆転してるけど。4連撃の調子がね、非常にいいんだ。いらんところで出してるけどね。まあ、5ターン目もう攻撃しかしないんで、もう終わりですよ。ピサロ、どうした?なんか今日、調子悪い?なんかさっき、
悪い夢でも見たの？どうしたディスペさん、なんか悪い夢でも見た？え、何？バナさんも直属エモカにやられる夢を見た？気のせい気のせい。さあ、それがどれだけ食らうんだ？食らわんでしょ。ああ、避けてる。避けなくてもよかったのに。結局こうなっちゃうのか。さあ、やっぱ4ということでですね、4の勇者に来ていただこうと思います。いけないやん。まあ勇者やけども、まあティラチャンネルとからすると4の勇者はこいつかな。確かに。いけないやん。お前には想像相当泣かされてきたよ。なんだったら正直このチャレンジはライアンの方が楽だったかもしれない。強いて言うなら、もうもはや俺は鬼コンボという人生ミスだと思います。こんなにチームの自由度が低いだなんて始めた当初誰が思ったでしょうね。ともあれ、これで表エンディング。さあ、再びこのなんかファンファーレ流れてますけど、ピサロからするとなんか悪い夢を見ていたようにしか見えないんだろうな、多分。途中一回変な映像入ってたような気がしないでもないような。いや、多分そんな映像入ってないと思います。だって僕が、だって編集してますもん、僕。まあ王者のサイズは、王者は鬼コンボってことですよ、ピサロ。 Do you understand? っていうわけです。やったな、もうやったよ、やっぱ今回は。そうだな、今回はお前の負け、わかる？今回はお前の負け。あとね、大会乱入なんて絶対みんなしちゃいけませんからね。もし大会優勝カードが欲しいんでしたらね、黒ブレの優勝カードが10万円でメルカリ売ってるんでね、ピサロさん、ぜひご購入ください。僕は買いませんから。なんか普通こういうカードってのはさ、取っとくもんだと思うけどな。なかなか面白い余興だったそう。そう？途中泣いてなかった？俺思うのよ。絶対お前途中泣いてたよ。今すげえ感動の BGM 流れておくけどさ、ピサロ多分ね、無理すんな。ちょっと涙目になってない？ちょっと泣いてるように見えるんやけど。さらばだ。一刻も早くこの場から姿消したそうやな。消したいと思うよ、俺も。俺以上何もなければいいが。あるんだよ。何回やってきたって、何回かやってきてんだ、俺らなんだよ。俺なんだ、何回もやったのは。うむ、そうだね。いや、勇気、もう勇気、途中からひどかったね。ひどかったよ。よーし、エンディングだー。よかったねー。まあ、本当に、表エンディングです、これは。まあ、半分ぐらいの実況者さんがですね、表エンディングで一応置いてますね。裏エンディングはまあ、この後大魔王の9連戦とかあったりするんですけど、そこまでやる人はいるかっていうと、半分ぐらい。半々です。はい。ただし、その、まずこのゲームって意外と、まあこれ実況内で何回か言ったと思うんですけど、初見の難易度が非常に高いんですよ。システム知らないとか、つばぜり合い知らない、チームの相性がわからない状態だと、非常に苦戦を強いられるソフトでして、だから何も考えなしにボストロールとかギガンテス突っ込む人は大体負けてます。はい。割とそのバランスがすごい重要されてくるんで、僕が今回やった鬼コンボ最強伝説っていうのは、理解はしてるんですけど、チームが組めないことが難しいんです。はい。その、例えば職業相性って、正直言うと職業的には必須です。必須レベルです。ただ、それを分かっているのに職業相性が発動しないだとか、そんなんでやってきたんで結構厳しかったですね、そういう意味では。あと、もう一つ言うんだれば、鬼コンボ最強伝説っていうのはなんでこんなことになったのかなっていう話なんですけど、うちの、サンボのせいですね。あいつが鬼コンボがやたらなんか気に入ってたようなんで、まあそういう縛り設けてね、ストーリーやってみてもいいんじゃねえかと。だから、知ってる知識だけでやると絶対偏ったストーリー攻略になるんで、本当に新鮮な形でした。はい。ただ、一つ言うんであれば、ちょっと人生ミスですね。合体元も、合体後はもう皆さんもう何回もね、鬼コンボがあんな地帯さらしたんで、もう分かると思いますけど、合体した後の鬼コンボ。もうクソです。あいつはゴミだとして、合体元ですか？合体元もそんな強いモンスターがいないんですよね。この縛りの難しいところっていうのは、
他の合体モンスター、例えばゲリオンで言ったらアームライオン、ダッシュラン、キラーパンサーっていう、まあ、アームライオンともかくダッシュラン、キラーパンサーとか優秀なんですよ、かなり。で、カンダダもゴロツキっていうやつ、ゴロツキも耐性いいですし優秀。スラリンガルもモモンジャスライムがかなり優秀なモンスター。プロトキラも硬いしね。そん中でまず打たれ弱い、打撃しかできないコングヘッド、攻撃面は確かに優秀なんだけど属性攻撃いろんなものに弱い、アークデーモン、全てが運に左右される大きい率とね、何一ついい奴らがいなかったっていうのが意外と難易度上げてたのかなと。正直言うと主人公を一人で戦ってんのかなって感想がちょっと途中からありました。多分これ編集してる時は思ってたんですけど、これ主人公一人で戦ってんじゃねえみたいな。もうちょっとマシなやついたと思います、正直。なんか他の合体モンスターだったらもうちょっとマシだったと思うんですよね。まあ、ともあれ一応終えることはできましたけど、これ裏エンディングのとって、なんでみんなやりたがらないかって、大魔王の連戦なんですよね。僕はもうあのね、正直言うとね、デスピサロのあの鬼コンボの地帯見た瞬間ね、大魔王連戦投げた方が早いんじゃないか。一応他の実況者さん見てると、マイナーモンスターで全ての大魔王を討伐するっていうね、題名で結構ね、変わったチームで全ての大魔王をドレムまで倒してる方もいらっしゃったんで、不可能ではないと思うんですよね。というか、このモマタのいいところって不可能がないんですよ。あんまりないです。まあ、逆立ちしてもダメなものは時々ありますけど、基本的にはいけちゃいます。はい。絶対無理だろうってチャレンジを僕生放送とかでもね、散々してきてますからね。それは4日かかるとか。だから、多分この感じなら不可能ってレベルじゃないかなと。とりあえず勇者を解禁しておしゃれ着を使うんであれば、割と大魔王はいけるんじゃないかなと。ただその場合 SP が使えないっていう、まあほぼほぼ使えないですよ、ほぼほぼ使えない。そこをどうカバーしていくかですね。まあでも俺はね、一つだけね、僕もまとめて感想を言うんでしたら、失踪しなくてよかったっすね、このシリーズって。編集してればの話ですよ。失踪しなくてよかったっす、本当に。失踪寸前でしたよ、このシリーズ、もはや。もうやってたのみたいによく言われましたもん。まあ、これは失踪しなくてよかったな、数々失踪してきたけど。大魔王戦不覚。大魔王戦大丈夫かな。で、家に戻ると、職業大会は全て制覇している状態で家に戻るとですね、お母さんがね、慌てたグラフィックを見せます。可愛いな、やっぱお母さんな。はい。化粧変えてね、何が来たかっていうとね、ポストを見てみたら、なんと、つまり、ポスト来たってことは、見てください、これ。いや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 。これ何かって言いますと、魔人、ダークドリアムからの挑戦状。つまりどういうことかっていうと、うちの家のポストにドリアムが歩いてきて、ポストにホイって入れたんですね。可愛いですね。その絵面だけ見ると。だからドリアムは直筆で鉛筆持って書いて、自分のポストにどかどか歩いてきて、ポストに投函したということになります。宇宙王じゃなかけても、大魔王連戦なんだよな。ドリアム、こうして見ると可愛いんだけどな。さあ、まあじゃあ、この後は全部大魔王連戦ですね。どうなんだろう。ライアンでいけてるからどうなんだろうな。しかし鬼コンボでさ、ピサロにもデスピサロにもさ、泣かされたわ。ちょっとね、まあ、エンディング迎えたいんですけど、ちょっとね、まあ、腹の虫が収まらないと言いますか、何と言いますか。だから、ちょっと、皆さん、ちょっと一つね、安心してください。思ったんですよ。こいつにはね、必勝パターンがあるんです。バーン様直属部隊。三度登場。なんだなんだ、一体変わったぞ、しかも。待て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 、メンツがおかしいんじゃねえか。はて、鬼コンボでやった時は散々な負け方をしましたが、僕が今この組んだ必勝パターンパーティー、デフィサロ。その目から涙こぼしな、つらは。さあ、カモン。あ、でもちょっと麻痺が怖いかな。麻痺は嫌だね。
468しか食らわないんですね。はい、いくつもある目がねから全てね涙を震わせてやろうかと。マヒャドちょっとだけきついっす。ちなみにちょっとだけマヒャドきついっすね。デンタが飛びます。どんぐらいだ、うん、86いるんだ、ね、おお、なるほどね。フル当たりきますね。随分まっすぐきますね。凍てつカードもせずにまっすぐきます。カモン、なんやこいつは。92と90で、はあ、マヘドですか。マヘドさっきやりましたよね。うちのリッチ君がどんだけ軽減してるか分かってないんですか。うちのリッチ君86なんですよこれ。86 SP 使わずし勝ったな。いくぜー。鬼梱包の怒りをこの一撃に、おらってもう真緑全部、もうひどい、ちょっと鬼梱包の怒りですよこれ。ただですね、こいつらもっと上行けます。まあそら完膚なきまでにあんなにされたらさ、目も赤くなりますよね。泣いた後絶対泣いた後やろお前。こんなやろって感じで来たんやろな。まあそらデスピサルもお怒りでしょうな。自分の攻撃が全然通じないんですから。3065ある HP ですかね、こっちも。さあ充血した赤目デスピサル、まあ攻撃が強化されてるんで、これに鬼コンボが挑むとどうなるか僕もちょっとまだ未体験ゾーンですけど、僕をね鬼コンボで大パンさせた罪抗ってもらいます。あまりに鬼コンボの集大さらしにね、ちょっとね僕ね大パンしまくってたんで。ほう、お前のそのなんか強化された天地雷見剣どれほどか見せてみろ。カモン、弱いね。うん、弱い。大魔王の攻撃一発500か。今までの大魔王を見習いよ。ドレアブランテ、ギガデインとかグロンドクロスでどんだけ持ってったと思ってんだ。大魔王、赤目大魔王としては弱すぎますね。僕、こちらは2321でね、赤目スタークや赤目デリマを倒してきた男なんですよ、僕は。お前なんざ何になる？お前なんざ何になる？おめえなんざ何になってんだ。あ、おー、唯一打点取れダブルプレスです、これ。こっちのパンチちょっときついです、これは。ちょっときついね。ちゃんときついの来たね。ちょっとだけきついの来たね。大丈夫だ。大丈夫、焦らずに。それだけはちょっと恐れてたんだけど、ちゃんと打ってくるあたりが。お、まさか？いや、まさか。まさかですよ。そんなことあるわけないじゃないですか。そんなことあるわけないじゃないですか。まさかこんなに、ね、自分が、おばあさま直属部隊が、本当にすごいな。ちゃんと狙ってくんな。デンタか。硬さに震えろよ。365。ほう。おや。その程度ですか。ほう、その程度ですか。なんじゃこれ。ひどいな、これ。まあ基本的に僕が実況でやらないタイプのことを僕今やってますからね。もういいかなと。もう鬼コンボをあそこまでしたら、もうこの縛りをね、概念をあそこまで揺るがした罪はちょっと償ってもらわないと、私の腹の虫というものが収まりません。でいでいにプシコシあげましょう。デスピサロに関しては、5ターン目のイテハとかは存在しないので、本当に今までの必勝パターンみたいに、あーとか言って、凍てつカードで、あーってなることはないです。5ターン目は特技確定です、なんだったら。つまりこれって、このターンにしっかり攻撃が出て、5ターン目に風のマントすればもう勝ちなんですね。はい。それもなしに、そもそも耐えれると思うんですけどね、僕は。さあ、とどめボーダーはもうあと200で乗ります。ほう、凍てつカードですか。そうですか。ということはですよ、まあもう勝ったでしょ。SP 使わずとも勝てそうな気配がします。このチームな SP いらないっすね。一応念入りに風のマットとか光の玉とか用意してたんですけど、さあ次は君のラストアタックだ。3371、終わった、勝った。最後のそのあがき見せてみろよ。なんだそれ。カモン、ヘイカモンカモン、あ、弱い。圧勝なんだよな。SP 使わずして
あの、残、最大 HP の残り、何 ?3000、ね、30% 残して、圧勝よ。わかる？鬼コンボ縛りがクソ難しくて、こいつらが強すぎる。うん、中、あのね、極端。中間がない。いくぜ、せーの、パキューン終わり。ひどいよ。鬼コンボは最強伝説、涙は洗い流すもんだろ鬼コンボ最強伝説の恨みだよ、これが。ひでえなぁ、ひどいな、これ。ありがとう、バーン直属部隊。しばらく使わんわ。